まあでもあれじゃない、手袋絶縁ってことはその電気とかね、そういう感じの場所でなんか使ったりして。アコーです。映るんですですね。はい、今回完全クリアします。今回でクリアできなかった場合は罰止します。で、一応前回もあるので見てない人は見てくれたら嬉しいな。じゃあ行きましょう。ここまではいいんだよ。ここまではいいんですよ。ここからなんですよ。ここからなんかあのドッグがね、ここ待ち伏せしてきてね、あの番犬してきて、もうそうなったら罪なんですけどね。あ、なんか大丈夫っぽいな。でも一回ここでじゃあセーブして、あ、ダメじゃん。違う、ここでセーブしたらダメじゃん。じゃあ大丈夫そうなんで行きますか。じゃあ行きましょう。起きたってもう、なんでもういいって。ハウス、あ、いいこと聞いた。え、ほんとバグだろこれ。ハウスした。あ、来たってハウスしろっての。なんなんほんとに、全身照り焼きのくせに。行ったな、多分もうそろ行ったなこれ。あ、来た、もういいもうあいつ遊んでるな。僕で遊んでるよ、遊ばれてるわ。もういい、行こう。腹立ってきた、行こう。はい、はい、もう行きます。あの次もうワンワンってきたら蹴り飛ばしますので大丈夫です。あの犬は何なんでしょうかね。幽霊っぽさはないけどね、あの犬。わ、待て、抜けろ。あ、抜けた。いや、もう慣れたもんですよこれ。多分カットしてるんだけど、もう3、40分この犬と格闘してるんですね。あ、もうちょい、オッペなど。完璧でした。ここからはもうあれです、もう未知の領域です。あの井戸にはもう近づかないでいきましょう、怖いのでね。よしよし、あとここかー、やだなー、ここやだよー、うー、やだ。え、あ、おしゃれな絵。あ、なんか雨降ってきてないみたいな時の、そういう確かめる手だね今の。はい、じゃあ一回ここでセーブしていきましょう。もう連打しよう。てか何これ、入れるの、そもそも入れるのかねこれ。入れ、すごく嫌な感じがする。入れないでおくよ。入れちゃったよ、もう最悪。2022年度最悪の不幸ですこれは。何これ、何この絵。うわ、怖いねー。かあ、そのこの先どんだけ怖くてもいいわ。ちょっと迷路だけはやめてほしいですね。しかし暗いな。なんかチータラ挟まってない。大丈夫これ。ドアノブに紐が巻いてある。うん、ダメだ、硬すぎてほどけない。火で燃やしてしまえば開けれそうだけど。そんなドアの開け方ある。じゃあまあ燃やすか。ライター、茶化めかする。じゃあ茶化めか。じゃあライターで茶化めか。ファイヤー、はい、これで中に入れるわ。うん、小汚い手袋が落ちている。え、何この部屋。うわ、ごめんなさい、書いてない。何これ、もう何これ、謝罪部屋。すぎるなあと。あとなんか犬の声してない？ここに来られたら困るよ。なんかドッグボイスが。え？おい、なんか通ったってー。やだ。ちょっと待って。なんか通過してたの見えた皆さん。あとなんか拾ったな。これなんだ？絶縁ゴム手袋。感電を防ぐために使われる一般的なゴム手袋よ。まあでもあれじゃない、手袋絶縁ってことはその電気とかね、そういう感じの場所でなんか使ったりして。あ、びっくりした。やめてほしい、もうこれ以上は。てかこの村何なの、霊的な連中がちょっと集中しすぎじゃないこれ。オラこんな村嫌だってことになるよ、こんなものは。これ早く終われこのゲーム。
あーもういらっしゃるってもう、あーもうふんすふんすふんす言うてんなこいつ、もう変態しかいないな。犬くらいじゃない、変態じゃないやつって。もう変態はコリゴリだよ。なんかでも神社にあったもんね、そのぶった切られた針金虫みたいなね。あのあれがなんか触れないとか言ってたから、こんおいおるおる、こいつ何、もう一回全員集結させてみたいね、このなんかアベンジャーズみたいな感じで。あーいるいる、もう何をそんなに僕に構うことがあるんですかね。あそうそう、これこれこれ、そうそうそう、でこのコエブル、あやっぱそうだ、うわー、なんか早くなってない、もっとおとなしい生首だったはずでしょ君は。ふぅふぅふぅ、チータラどこにいるこれ、声だけするよねこれ、幻聴これ。おしまい、やばい、やめろやめろ、あ、そう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 、ここにさ、ここにあるんよ、これこのケーブルの、これ、勝負だな、速さ勝負だな、これよし、使うよニッパー、これで、これで、フー、フーじゃない、フーじゃない、まだ安心するには早いってもう後ろにおる、後ろにぴったりとおる、ふんすふんす言いながら、あーもう、これもう最短でいかんといかんな、最短瞬間爆速でいかんとな。はい、ふーじゃないんだってもん、これもうほっと一息ついとる場合か、もう頼むってマジで。はい、でもう開かないんですけど大丈夫、ここ、何これ、あ、いたいたいた、もう何これ、もうカリカリ梅じゃないかよこれ、大好物なんだよ、口の中に唾溜まってきたわ、こんなもん見せやがって。バッテリーちょっと少ないな、まあ、いけるか、いけるかな、やっと帰れる、あ、もうクリアでいいの、え、ちょっと一回セーブしよう、あ、セーブできないセーブできないよ、行くしかないってこと、じゃ行くか、じゃあ、え、もうじゃあクリアってことじゃないこれ、なんか全然雰囲気違うな、何これ、えトラップじゃん、あーまずい、この感じはバイオハザードで、バイオハザード基準で言うなら汚いサメが来るな、これ。もうパンツぐしょぐしょで気持ち悪いよ、やめてよ、ここなんだよ、ダンボールの中、作業で使う小道具、使えるものはなさそうですか、そうですか、でも、ね、意味ありげだけど押しても反応がないみたいな、このボタン関係なさそう、あれじゃない、あれじゃないボタン、いやでも身長があと3倍あっても無理そうだな、やめとこう、てか最後に結局迷路か、もう結局迷路ばっかして、もう病気になるよこんなの、知らせよ、いや遅い、ん、木の枝に鍵が引っかかってる、届けそうで届かない、何かそういうもの、なるほど、あるか、細いものないね、細いものない、素手では取れないわね、てか音やばいよ、なんか いるじゃんって、これね、下半身ふやけるよこんな場所にいたら、下水に捨てられたワニになった気分だわ、あーでもなんかスロープあるね、ここから行けばいいのかな、どうなんでしょうね、戻れるかな、さっきの場所に、すごい迷路だったぞ、あ何あれ、なんか
あるね。制御装置があるよ、これ。マザーコンピューターがあるよ、ここに。何かの操作パネルよ。鍵を挿すところがあるわね。古い機械ね。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。鍵だな。じゃあ、さっきの鍵を取るために、細長いものがいるということだね。何なんでしょうかね、細い長いものって。オーマイパスタの芯かな、これ。オーマイパスタとかあればいけるのかな、これ。ああ、そういう類の細きものがあそこに、あるよ、これ。これだ、間違いない、これだわ。これに間違いない。太い針金が取り掛かってる。針金を拾ったわ。よし。いや、迷ったなぁ。迷うよ、これ。迷宮壁、ラビリンスボールでこんなん、もう、イライラします、正直。何ここ？え？なんか、行って大丈夫？ここ。行っていい場所？これ。なんか、掘り進んだ跡があるね。祠がある。うん。祠、お、祠あるね、ほんとに。そして、ウイローみたいなのが奉納されてますね、ここに。わっ、お地蔵さんじゃないか。え？3体も置いちゃって。で、真ん中のお地蔵さんが一番でかいね。長男なのかも、一番大きいってことは。そうだね。これ下落ちて大丈夫かよ。はい、足いった、もう。もうダメだ。左足首なくなった。鍵あるね。おっ。あっ！いましたね。ちゃんといましたね、これ。見えました、これ。あれだ、このゲームの実況のサムネにされてる顔だったね、よく。どうしよう。あ、解放されたくない？違う？来てない。あ、来てない。もう大丈夫、もうおしっこ漏らすよ。一応鍵をゲットしたので差し込みに来たわけなんですけど、いいですか。操作パネル、これ B4。 うん。オペなドア、どこのドアだろう、どこのドアだろう。もう行きますか。え、音するよ。あ、来てる。なに、あーあーちょっと待って。あー、頭が、頭のちょっと上っちょのところが、ちょっと待って。あ、やばいやばいやばい。あー、やばい。動き遅いよ。あーあーあー、音が近いと。あーあいや、いや、ここから、ここからスタート？ちょ、もう、鬼畜すぎんか？さすがに。おい、鬼畜すぎないかよ、これは。もう、よし。じゃあ、行ってみよう。もう、これ、最後だから。ラストダンスだから。鍵を刺すところから。はい。来るよ。来てんだろ。あれ、意外といないんだ。あー、じゃあもうこっち回す。うわ、すぐ。うわ、どこにいる。姿見たくないけど確認しないとね、これ。来てるな、でもこれ来てることわかる。ちょっと待ってね。怖い。もう終われながらもうすげえ迷った。あ、こっちだ、こっちだ。あ、でもやっと、こっちいんねやろ。あ、いや、ここで合ってるよね、大丈夫。いけいけいけ、もう。B ボーン。走れ走れ走れ。でもなんか、いないうちに、早く。意味あれよ。はいはいはい。はよはよ、オペラドア。来た。持ってこ、来てないよね。はよはよ。出るよ。あー、ロックさん。ちょっと待って、まだあんのかよ。まだあんのかよ。もう行ったれの精神で、もう、
光の星人でも、あーやーやーな、あ、早くさ、コンパネはやたら新しいのね。うっ、テクノロジーのレベルがさっきと全然違うじゃねえか。なんでだよ。いける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 、来るなよ、もう最後にとかいらないぞ。オペなドア、はいはいはい、あー来た来た、出口出口出口、よしよしよし、出口、もう最後来るとかいらないぞ本当に。なんかなんか全然出口に近づいてる感じがしないよ。これは何かな、物理的な問題かな、あるいは気持ち的な問題でしょうか、これねえ。早く、あ、そよそよしてる、来てないね、来てないね、よしよしよし、来てないね、うわ出れる、あ、終わる、クリアクリアクリア、あーもう早く終われこのゲーム。あーよしよし、画面にめっちゃ唾飛んでますね、汚らしいね。その後、警察の懸命な捜査も虚しく、一台のカメラだけを残し、彼女は姿を消した。なんで？え、終わった？え？てか、あ、あいつら名前あったんだね、一応ね。何監禁少年って。スキマスイッチかな？あったよね、なんとか少年って。うわ、すげえな、これ。カズさん、一人で全部作ったのか、これ。すごいですね。うん、まあいいや。これ、バッドエンド臭くないか、これ。バッドエンド？出口から出たと思ったら、また最初の場所だったみたいな感じかな、これ。バッドエンドだね、それは、普通に。なんで？頑張ったじゃんか、僕。このゲームは、攻略上ヘッドホン推奨です。はい、映るんですでした、恐ろしいゲームでしたね。はい、グッドエンドとか他にもいろいろあるのかな、多分。ただもう二度とやらないと思いますが、はい、ご視聴ありがとうございました。うん、じゃあその解散。